私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。性格が合う合わないってどうしてもあるよね。そういう時は無理に仲良くなる必要がないって私は思っているんだ。無理に合わせるなんて大変でしょ。だからあの人とは距離を置いていたのに、なぜか一方的に距離を詰めてくるんだよね。なるみさん、どうして私と遊んでくれないの？弁護士の私と仲良くなれるチャンス。弁護士って独学で勉強してるってだけじゃなかった？それでも十分でしょ。資格を持ってないだけの弁護士なんだもん。それはだから弁護士って言わないんだよ。ちゃんと司法試験に合格して、その後。そういうのいちいち説明されなくても分かってるから。自分の方が詳しいとでも思ってんの？私の方がネットでいろいろ調べてるっつーの。ネットで必要な知識を調べただけじゃ弁護士にはなれないんだよ。それにネットにはいろんな記事が載っていて、嘘と本当が入り混じってる。本当だと思ってたことが嘘だったり。だからそういうのいらないってば。私ちゃんと分かってるもん。そう。それで私と食事に行ってくれない理由は何なの？私と仲良くしたくないんでしょ？仲良くしたくないっていうか、この際だから正直に言うね。何なのよ。あなたと関わると大変なことになるから嫌なの。大変なこと？弁護士の私の言うことを聞けっていつも周りに言ってるでしょ。それで断るごとに私たちのせいにしてくるし。何それ、人聞き悪いわね。私はちゃんと必要な知識に基づいて喋ってるの。それをなぜかみんなが私のせいにするの。あなたが店のものを壊したのにみんなでお金を払えとか、手持ちがない時はあなたたちで支払うのが常識よとか、なんか意味わかんないこと言って支払い押し付けようとしてるでしょ。違うわよ。ちゃんと憲法に基づいて話してんの。なんで憲法？とにかくあなたたちよりも私はたくさんの知識を持ってる。だからそんな私の言うことを聞くのは当然でしょ。適当に聞きかじったような言葉だけ出してそれっぽく言っているだけで、やってることめちゃくちゃだからね。だからあなたと関わって支払い押し付けられたりしたくないの。だから本当に私は悪いことはしてないんだって。弁護士の私が嘘なんかつくと思う？弁護士の私が悪いことすると思う？みんなの知識が足りないからそう思うだけ。頭のいいなるみさんだったら私の言っていることわかるよね。そんな聞き方したら私があなたの味方になるとでも思った？は？頭のいい何々さんだったらわかるよね。そんな言い回しをすれば誰でも信じるとでも思ってたんでしょう。そんなのに騙されるわけないでしょ。とにかくあなたと一緒に食事に行くことができない。どうしてそんなこと言うのよ。私のことを仲間外れにするつもり？別に仲間外れにはしていないでしょう。仲いいママ友と行くときは固定メンバーの3人で行くから、そもそも他の人誘わないし。なるみさんは大手で働いているから仲良くなれると思ったのに。お金を払ってくれるの間違いじゃなくて？とにかく私はなるみさんと仲良くなりたいの。そんなことばっかり言わずに仲良くしてよ。みんなにお金を返したら考える。お金？今まで支払いを押し付けてきた分があるでしょ。連帯責任で払えとか、無銭飲食をお手伝いしたことで刑務所に入りたくないでしょとか、そんなことを言って支払いから逃げてること知ってるんだから。だから人聞き悪いわね。なるみさんが私のことを嫌いだっていうことがよくわかった。仲良くしたくないならもういいよ。仲良くしたくないというよりは、食事や旅行に行きたくないってだけ。みんなにしっかりお金を返したら信用できるけど、今のところお金を返している形跡もないし。あの人たちが勝手に払ったお金なんだから返す必要ないでしょ。それとも何か書面でも残してんの？ちゃんと紙で残してハンコを押しているようなやつがあるんでしょうね。弁護士の私が教えてあげる。口頭での約束なんていくらでも嘘がつけるでしょ。だから大切なものはしっかりと書面に残しておかないといけないの。だからそういうことを言っているから一緒に食事に行きたくないって言ってんの。私が言っている意味わかる？わかんない。なるみさんが私のことを嫌いだっていうことだけしかね。なるみさんがそんな冷たい人だなんて思わなかった。お金をちょっと出すこともできないだなんて。なんで私があなたのお金を出さないといけないのよ。しかもそういう企みを持って近づいてくる人嫌なんだよね。私だってあなたのこと別に好きじゃないし、あなたがお金持ちで仲良くなったらいろいろ払ってくれるかなと思って近づいただけ。それが本心なんじゃない？
猫かぶってても仲良くしてくれなさそうだからね、無駄に疲れることはしたくないの。なら勝手にやって、私は今後もあなたと出かけることはないから。それと他の人にこれ以上迷惑かけないように。あなたには関係ないじゃん。これ以上他の人に迷惑かけてるとあなたが大変なことになるんだよ。何それ、何が言いたいの。私から言えるのはこれ以上他人に迷惑をかけないでってこと。キャー、いきなり大声出して何なの、びっくりしたじゃない。この人私に命令しました。命令、他の人に迷惑かけんじゃないぞって言ってきました。この人、それは迷惑かけないでとお願いぐらいするでしょう。お願いじゃなくて脅迫してきたのよ。脅迫ってどこを見てそう思ったの。他人に迷惑をかけたら大変なことになるって遠回しに私のこと脅したじゃん。怖い怖い、この暴力女やばい、怖い、無理。出た出た、被害妄想。この人私に脅迫しました。なるみさんは何も分かってないみたいだけど、脅迫するって大変なことなのよ。これぐらいで脅迫になってたら世の中の人会話できなくなっちゃうよ。なるみさん、私に今脅迫した、つまり恐喝。恐喝罪とは暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫することで相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪、刑法249条に規定されているのよ。ちょっと待て待て、思いっきりどこかからコピペしてきたでしょ、何かの文章そのままって感じなんだけど。弁護士の私は一言一句間違えず覚えてるの。あなたは今恐喝罪に当たることをしたのよ。私は優しいからこの場で許してあげる代わりにお金を払いなさい。私は弁護士なの、勝負をしたら負けるのはどっちか分かってんでしょ、この恐喝女。勝手に言ってろアホ女。え、もう相手してる暇ないわ。今私のことをけなした、この人名誉毀損よ。はいはい、知ってる言葉いっぱい言えて偉いね。そうそう、名誉毀損だね。何よ、私のことバカにしてんの。私のことをおちょくって遊んでるのね。遊んでるとかじゃなくて相手にできないの。やっぱり今後もあなたとは距離を取らせてもらう。一緒に食事に行くことも旅行に行くこともないから、そのつもりで。慰謝料は払うわけないでしょ。別に法廷で争ってもいいけど、こんなくだらないことに時間を割きたくないな。戦ってもいいけど、どっちが勝つか目に見えて分かってるんじゃないの。なんなのその言い方、ムカつくムカつくムカつく。それじゃあね。キー、一週間後、私の定期券返して。何のことかしら。私の定期券を盗んだでしょ、あなたが持ち去るところしっかり見てたんだから。ちょっと何言ってるかわからないけど。いいから早く返して、それに大変なことになるのはあなたの方なんだからね。何を言ってるのかわからないけど、あなたのことはブロックするね。定期券なくしたのはかわいそうだけど、もう一回購入してください。私は持っていないので返すことができません。ふざけてる場合じゃないんだよ、定期券を勝手に使ったら。それじゃあさよなら。あ、ちょっと。3日後。ちょっとちょっと、どういうこと、えげつない金額請求されたんだけど。やっとブロック解除してくれたのね。なんで定期券を使っただけでこんな金額払わないといけないの。やっぱりもうバレちゃったんだ。バレちゃったって、あなた自称弁護士なのに知らないの。え、他人の定期券を無断利用したらどうなるかぐらい知ってると思ってたんだけど。絶対におかしい金額を請求されたのよ。30万近い請求なんてありえないでしょ。普通にありえるよ、ちょっと前にネットで有名になったやつ知らないの。旦那さんの定期券を使って50万くらい支払い請求されたやつ。そんなことがあったの、どうやったら定期券でそんな金額になるのよ。不正乗車した時は定期券区間往復金額 ×3×使用開始日から今日までの日数で請求されるんだよ。嘘でしょ、だって私使ったのはたったの2回よ。それなのになんで ×3 倍になるのよ。あなたがいくら口で言ったところで毎日使っていたのか1回しか使っていないのかわからないでしょ。カメラで確認すればわかるわよ、私は2回しか使ってない。犯罪を犯した人のためにわざわざそんな確認するわけないじゃない、しかも人が多い駅なのに確認するのは不可能だから毎日使っていた想定で計算されるんだよ。嘘よ嘘、まさかそんなことになるなんて。けど私は2回しか使ってないから2回分しか払わない。あなたが言ってたんじゃない。え、口頭でだったらいくらでも嘘がつける。それは
自称弁護士なのに何も知らないんだね。とにかくその金額支払いするしかないから頑張って。あと定期券返してね。くっそー、なんでこうなったの。ゆりとひまわりとあやはのライン。二人に相談があるんだけど。お断りします。お金を貸すことができません。まだ何も言っていないじゃん。じゃあお金じゃないんですか。お金のことだけど、今結構まずい状態になっててお金を貸してほしいの。このままだと旦那にバレちゃう。ママ友の定期券を盗んで勝手に使って高額請求。確かに自分の口では説明したくないですよね。なんで知ってんの。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なので今回の事件も全部知っているというわけですよ。なんかよくわかんないけど、事情を知っているなら話が早いわ。大変なことになったからお金を貸してほしいの。私はなるみさんに迷惑をかけた人を助けるつもりはありません。じゃああなたはひまわりさん。私もお金の貸し借りをしたくないのと、なるみさんに迷惑をかけた人は助けません。そんなこと言わないで、ちょっとぐらいいいじゃない。お金がなくて困っているママ友がいるのよ。あなたたちは大きい戸建てに住んでるんだからお金持ちじゃない。それに旦那さん二人ともお金持ってるんじゃなかったっけ。そうやってお金で私たちのことを測らないでください。旦那にも失礼です。そうですよ、このお金はあなたにあげるために稼いでいるわけじゃないんですから。そんなこと言わずにお願いだって。さっきゆりさんが言ったみたいに、あんなこと旦那に伝えるわけにはいかないの。確かにあんな事実自分の口からは言えませんよね。そう、そうなのよ。だからお願いします、お願いします。確かに気持ちはわかります。本当に？なら自分で伝えることができないのであれば私が伝えてあげますね。は？そう来ると思ったよ。ちょっと待って、なんであなたが伝えるの？っていうか勝手に伝えないで。あなたが伝えられないと言ったから私がお手伝いしてあげるだけじゃないですか。心配しないでください、ちゃんと伝えておいてあげますから。そういう問題じゃない、誰にも言わないで。っていうか旦那だけには言わないで。無理ですよ、なるみさんに迷惑をかけた人をいじめるのがゆりの趣味ですから。悪趣味すぎる。迷惑をかけたゴミクズが泣き叫ぶなんて最高な気分じゃないですか。旦那様には今伝えたので安心してください。どうしようどうしようどうしよう、こんなお金払えない。いや、旦那が払ってくれるけど、それはまずい。でもどうせバレてるから払ってもらった方が。いや、でも、あと忘れているかもしれませんけど、他のママさんたちへの支払いもありますよ。は？ゆりはあなたのことを調べ尽くしていると言ったじゃないですか。あなたが今まで払わなかったお金の一覧表を全部紙で残していますから。そんなの信じられるわけないでしょ。適当な金額言ってるに決まってる。あなたが口では信じられないから紙で残せと言ったんじゃないですか。手作りの紙で信じられるわけない、どうせ適当。全部の日付と金額、それからレシートも残っていますよ。マジで？当たり前じゃないですか。これぐらい朝飯前です。私のなるみさんに迷惑をかけるゴミクズを排除しないと。これ以上なるみさんの周りをまとわりつかれたらとてもじゃないですけど耐えられません。ということで裁きの時間ですね。今日はどんなお仕置きになるのかな。お仕置きってもう十分なことをしたじゃない。私を罠にはめて多額の支払い、それから旦那にバラされた。罠にはめたわけではありませんよ。自称弁護士のあなたなら気づくと思っていたんですけど。それに支払いをすることになったのは自業自得ですし、今までのママさんたちに迷惑をかけていたのもあなたですよね。こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったの。そんなあなたには楽しい実験を準備しました。実験？いろんなものに致死量があるのはご存知ですか。私知ってるよ、お水にも致死量があるんだよね。そうなんです。水を飲んで死ぬなんてことあるの？ありますよ、6リットルで致死量だと言われています。他にも身近なところでいくと、コーヒー70杯、砂糖 1.5kg、 みかん4700個、歯磨き粉24本、あとはじゃがいもの芽とか。それはまたちょっと違いますけど。いいなあ、楽しそう、いろんなものを食べるだけでお仕置きなんて。これのどこが楽しそうだっていうの。あんた本当に頭ある？ちゃんと考えてる？あなたにだけは言われたくないですけどね。
ゆりの怖いお仕置きをたくさん知っている私からしたら優しい方だと思いますよ。だってただ食べるだけでいいんですもん。私もみかんとかたくさん食べたいな。そもそも食べる量が桁違いなのと食材じゃないものが混じってるでしょ。しかもこれは致死量なのよ。そこんところちゃんと分かってんの？ギャーギャーとうるさいですね。とにかくこの致死量の検査をしていきます。もちろん個体差がありますので、あなたが死ぬギリギリまで試しましょう。一つ終わったらまた一つ、どん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 試していきましょうね。どんな風になるのか気になるな。同じものを食べ過ぎると飽きて嫌いになるとも言いますし。確かに確かに。味の問題じゃないんだってば。とにかく楽しそうな実験になりそうです。うん、この実験結果私にも教えてね。いいですよ、特別に教えてあげましょう。わーい。人の話を聞け。とにかく私はお金が必要。お金をどうにかしないと。お金の致死量ってどうなんでしょうね。銅や鈴、ニッケル、そういったものも試してみましょう。せめて食べ物にして。その後、定期券の支払いは旦那さんに泣きついて何とかしてもらったみたい。だけど旦那さんは彼女の悪事を全部知ってしまって数日後に離婚。定期券の支払いをした分は後日旦那さんの口座に振り込まれていたんだって。その他にママ友さんに出してもらっていた食事代などもすべて振り込まれてたんだって。彼女が裏の施設でいろんなものを食べているところを実況中継されているみたいで、それでお金を稼いでるらしいよ。余ったお金はいろんなところに寄付するってユリが言ってた。今は歯磨き粉に挑戦中らしいんだけど、やっぱりきついのかなかなか進まないって言ってた。でも期間中に食べ終わらないと命を奪うって脅されてるから、どうにか完食するんじゃないかな。嫌いなものを食べるだけでも大変なのに、それを大量にって考えると絶対に嫌だよね。彼女が食べているものはもはや食べ物でもないんだけど、水にも致死量があるなんて本当驚き。私もこの後調べてみようかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。